いや、行くか。来たよ。来たか。来たよこれ。いやー、もうあれ懐かしい。作りしやがって。ね、マイクラで作りたいですねこういうのね。開いてんだよね。扉ね。うわうわうわ。あ、なんか閉めれる。あ、閉めれる。開いてなかった。うん、いや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 、待って、いやいや、逃避してるね、逃避するね、出だし。行きたくないね。いや行きたくないよそりゃ。でもまあ見晴らしはいいよね。見晴らしはいいよ。だってさ、うん、でもほらなんか、いや、こう見えないところになんかいるんだよ。まあな、影にね。でも暖炉にね、ほら火が、あれなんか、あれなんか、ええ黒くなったよね。なんか、うんうんうん、なんか違うね、空間が、ね、空間が赤くなったよね。え、どういうこと、うん、このレベルで次元が違うの。もう違うね。まあ、暖炉の効果かもしれないけども。出だしで。やばい。心折ってくるぜ。ね、やだやだやだ。で、結果誰もいないんでしょ、ここ。いないよね。いたらどうすんの、やめろよ。まあね。普通の人だったらいいんだけども。もう割と小綺麗。進めない。うーん、結構奥行けるね。古いけど廃屋じゃない。どうした？前から住んでいる。いやいや、そうだね、住んでるね、これ完全に。君が悪い。誰や？ラファエル。ラファエル。ラファエル。その木こりの名前？もしかして？これなのかな。どうなんだろう、うん、見てみる。確かにな、見たけどさ、まあ、変わんないな。あれ、うん、あれ、キコリが誰かっつう話は出てきたっけか。キコリはオトン、あのオトン、トット、トットのマッキの、そうだな、うん、じゃあ違うか。オトンの名前、オトンの名前がラファエル。あれ、あって、あ、そう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 。あ、セオドアだ。あ、じゃあ全然関係ねえ。全然関係ねえわ。ラファエルとジャックだよね。うん。わかんないですね。まあ犠牲者だけども。綺麗だな。靴。うわ。乾かしてんの？溶けそうだけどね、そこに置いたらなんかね。そうなん、うん。ゴムの部分がね。そうね、そう、ゴムの部分がね。いやー、いつ出てくかわかんねえな。これはきついっすね。しかもあいつは手長いからさ、ね、天井からいきなりこう手だけ来るかもしれないからね。突き破ってくるよ。うん、なんか揺れるな、視界がぐる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 。そうなんだよねこれ。なんてこったい。え、どういうことこれ。あれ、普通に出れちゃう。お、なんかあった。あ、あ、あ、これであれだ、多分ロック外す現場が映されてるに違いない。逃げてる、逃げてるね。え、これやり合ってんね。やり合ってるね。めっちゃ笑ってんね。ん、で、そうやったらここが開いた状態になるのか。なるほどね。じゃあパズルじゃないね。パズルじゃないんかい。なるほど。最初の最後に行くのこれ。なんかね、やりづらいんだわこれ。あ、そうか、変えるのか。左右はもう、そうか。あ、上下はもう違うフィルムなのか。これ止めづらいんだわ。これで開いた状態か、はい。
開いた状態でしょ。なるほどね。今はビデオカメラを撮ってた側が、襲いかかってた側っぽいよね。そうだよね。確かに。いやー、なんやねん、魔女だけじゃねえのかよ、やべえやつは。なんなんで、言い過ぎだろ、ここ。もうやべえやつしかいねえよ。犬もやべえしよ。犬もピタリとも動かねえしよ。エリスもやべえしよ。エリスもやべえし、4名もやべえしよ。地獄じゃねえか。地獄やで。逆に言ったらスペンサーだけ、スペンサーだっけ、スペンサーあいつもっとやべえ、あいつもっとやべえのか、あいつぶっ飛ばすって決めるよね。あいつ逆に唯一のね、なんか一般人っぽいけどね、あいつは結局ぶっ飛ばされるからな、うん、勝ってったら犬一番にぶっ飛ばすから、そうだな、てめえっつってもな。あどうしたの、血の跡、うわー垂れてきてる、なに、え、上、うわ、いや、2階でしょこれ、完全に倒れてる、影が見えないね、うわぁ前に出てきたの、なんか音、自分か、自分の音か、いや、止まってた時も聞こえなかった、おやこれはお邪魔しました、失礼しまーす、お邪魔しまして、すいませんして、いや信じられない、いや行くのかい、ほらここの謎でもどこかな、ただ確かにそれは別なんだね、それね、ね、これのヒントが出てくると思ったけどもないんだ、1,2,3,4 パターンか、いやーなーこれはきついよ、きついっすよこれは、きついな、ノーヒントじゃ無理だよ、めんどくせえな、多分もう時間かかるけどできっと、まあ確かにね、うん、心は折れるけどな、折れるね、折れるね、いや2階に行く階段があるんじゃないの、どっかに、彼はね、追われてるからこっちを開けたんだよね、あ、そうか、うん、ないもんな、ここ階段別に、そうびくともしない、おや違う、ビデオ、の開けての、もうちょい前か、もうちょい前か、難しいんだよね、なるほど、それで、うわ開いてるぜ、開いてるね、タイプライター的なものがなんか見えるけど、お、セーブできるんじゃない、やったでもタイプライターほらインクリボン必要だからな、持ってねえな、まだ拾ってねえな、持ってねえんすよ、あれ抜かいけねえな、ないな、いけないな、本当にバイオっぽいな、このタイプライター、うわいっぱいあるな、あんないっぱいあるよこれ、まだ見直してきたのかな、ちょっと怖いからしてあ、動かない、あ、もう錆びついてんのか、いった、なんて思った、ね、2階に上がれないね、写真か、え、こっち向いてない、気のせい、なんかフードかぶってこっち向いてるように見えるけど、いや向こう向いてね、向こうか、うん、なんかの柄みたいな、なんだろう、バーバラね、なるほどね、バーバラね、うん、間違いない、どんなもんねえな、うん、あ、これはヒントですね、あれの3324、どういうこと、どっちが3で1で4なの、まあ左から数えて普通1、2じゃないですか、1、2、3、4、例えばなんかラッキーナンバーってあったよね、一番最初に100、120何本とかね、2と128とかそんな感じの、見る、まあまあいらないしな、まさか全然ラッキーじゃないし、あああったね、そうだね、あれ、え、変わってる、変わってる、ちょっと待って変わってるよちょっと待っておい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 、どういうこと、チェックしとくべきだった、どういうこと、で待って、時には頑固であることが最大の障害、え、変わってるよね、変わってるね、内容も変わってるよね、文章、うん、抗わずになる引きに任せましょう、え、足元注意じゃなくなってるよ、5、21、53、いやいやいや、細かうわ細か、演出よくできてるなこれ、
これ何道中ね細かくチェックしたら変わってたってこと。でもその番号をどう活用するのかな。あ、それね分かんないよね。それ閉じ方 R1 あ、なんか店内もう一個あれだと向こう側かな。あれ何でしょう、ね、あるよね。何でしょう、レティクルっすか。ここあるよね、レティクル。うん、あるね。これは綺麗だ。俺たちは時間を無駄にしている、ね、ちょっとね、あ、ショートカットの中心のこれには何もない。うん、いやでもこれさ、でも番号を知ったからといって活用の仕方が分かんないよ。これは綺麗だ、うん、俺たちは時間を無駄にしている。いや細けーなー、細けーなー、よく気づいてよ逆に今のタイミングで。ああまあそうだね、ケダブラの人でしょ、追ってきてるもんね。はい、これがなぜ何もないの、何もないのそれ。そう、これだけなの。おやおや、どういうこと、どういうこと。なんか拾えるわけでもねえのか。なんでしょう、その選択肢によっては何かあったのかもしれないね。まあ分岐いけねえな。うん、あ、え、うわうわ、このマーク、うわ、なんか魔女なん、似てるな。うわ、そうだよ、そんな感じだよ魔女って。妖艶な感じではないよ、ただの化け物だよ。くそー、セクシーなね、あの服を着たイメージがあるけども、これが頭に見えた。そうなんで俺もそうそう、覗いてんじゃん、間違いなく見えるね。うん、やばいねこれね、来てるね。で、キコリの死体が上から滴り落ちてくる血のあれでしょう、そこなんでしょうね。で、結局何もなかったね。なんかヒントがあったじゃん。あ、そうか、ここ開けんのか。これで2階に行くのかな。え、ないあいつらを忘れる恐ろしさ。あれ、そんなあったっけ。あ、それが、ああこれか。ああ、なんか似たようなのがあったからな、さっきこれだね。3324、うん、まあ、左からじゃないですか。4 単純。そうか、その通りだったね。うん、何もなかったな。いやー、なんかワカメ的な。いやー、いけちゃうよ、2階に。2階いけちゃうよ。いけちゃうねー、これは。いやいやいや。ボス戦だよ。キコリが襲いかかってくるよ。キコリじゃないよね。やられてるのがキコリだよね。いや、そのね、やられたキコリが魔女化してんすよ。どういうこと？木の化け物になって。性転換してってこと？そうだね。ちょっとここ手術してね。マジかよ。わかんない。木になってるかもしれない。グルートになってるかもしれないから。え、声聞こえなかった。確かに聞こえた、確かに聞こえた、確かになんか今うわおっさんの、うん、聞こえたね。うわすいません、まだ全然時間経ってないよ。悪いけどもまだまだですよ。いや、ボス戦でしょ。いやいやいや、これはあれ、キコリじゃないじゃん。キコリの家とはあるまじき診療所だね。うわー、この目隠し嫌だ。いやー、木こりの家とは思えないよこれは。うわー、借りたい、やりたくない。これは次元がもう違うんじゃない。やばいね、どうする、電話する。で電話しようか。よしよしよし、あ、出るあ、ね、亡くなったのかと思った。 あらあら、おやおやおや、これは囚われてしまったようだね。いやいやいや、囚われてしまわれたんですけど、いたタイム打つ。囚われたね。別にね、自分で鍵かけたつもりはないのに勝手にしまったね今ね。いや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 、しかももう診療所ですよ、一番怖いシチュエーションだよこれ。
いや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 、どうすんの俺。ナースじゃないいるなら。魔女じゃなくてナースなんじゃない。めっちゃ恋すんじゃん、だって性転換中なんじゃないですか。ほら、いやーやりるね。向こう側にいるでしょ完全に。え、動いてる。あ、違うか。まず右からじゃない。右からまず。そうね。いや、嫌なんだけど。右も無理。右も無理。嫁かける嫁に。よし、こちらエリス、どうぞ。助けて。3の人がなんかあれでしょ、助言してくれるでしょ。あ、1から3にはいけないんだね。確かに。誰か聞こえますか。ダメか。3の人、昔はヒントくれたのにね。そうね、3の未来人、未来人的な。1回嫁にね。つか犬もいねえし、ダメだ。めっちゃうめき声が聞こえるんだけど。だダメ。ダメか、ダメか。ボス戦を前に。え、え、何、声が聞こえるからね。大回りで行こう、大回りで。おう、ショットガンの弾かと思った。これね。そうそうそう、ショットガン。やったぜ。ショットガンの弾だったらよかったのにな。うわぁ、隠されてる。最悪、最悪や、最悪や。うわぁ、そこまでするか。ひでえことしやがんな。ほんと行きたくないんだけど。うわぁ、行きたくないね。いやぁ、いやぁ、改造されてるよ、キコリが。いやぁ、突進でね、ショルダータックルでね。いや、もうこれは行くしかないでしょ。大丈夫なの。グルート化したキコリがいるだけだよ。いや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 、行きたくないですけど。うわ、開ける、うわ開けるパターンだよ。う、まずベランダ、まずベランダ、ないない、出たね。滑り落ちるだけが。うわー、いやー行くか。うおー、開けたね。ノーウェイト、死んでる、生きてる。でかった、足が。あ、生きてる。でもなんか動いてるね、足ないけども。おい、聞こえるか。生きてるね。ん、ビデオテープ、血はまだ新しい。ああ、なるほど。いくつかの傷は防御層だ。複数の切り傷がある。最近やられたんですかね。ひどく切られている。だよね、どうだよね。うわ、どれどれ。うわ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 、いや、怖え。うわ、手の向こう側、怖え。うわ、一体、どうして、どうなっているんだ。今、何が起こったんだ。ん、何、どうなってんの。彼には逃げるチャンスもなかったんだな。あの鎖骨を直撃してる。チェーンソーで。それで動きを止められたんだ。これは、木こり。でも、全然部屋も違うよね。家は同じ。これはやばいですね。特にない。キコリ、あ、家は同じか。やっぱりあの診療所の空間がやっぱおかしかったって感じかな。そうだね、そうだよね、うん。でまた次元が変わって今度出るのか。スパイクル戦。暴走族が俺たちのこのね恐怖を無視して、暴走族がすげえブイブイ言ってるよ遠くで。この野郎って。うわうわ、暗くなってる。でもまあまだ明るい、てかむしろちょっと明るくなってないですか。何の音今の音。いや、自分の音今の音。自分じゃないの。何の音今の音。やめてくれよ。敵自分かと思ったんだけど。なんか朝もやっぽいけどね。いるよ。え、いる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 。んんん、ちょっと待ってください。一回待ってください。うちのバレットが絵付けされてる。絵付け、あ、そういうこと。用紙用紙して。やばい。敵側に寝返ってんじゃん。もっといい餌あげないと。ほら。あ、本当だ、バレットやられ。欲しいかい。欲しい。やれないよ。これがいいのかい。やれないよ。お前の。欲しいだろ、この野心棒。いや、やな、やな、姑だよ。
やだ、姑だな。お前のバレットが主よりもいいものをあげようって。一回も変わってる。一回も変わってないか。一回変わってないな、うん、いや何、あいつ魔女なんじゃないの。ないんかい、こっちは。こっちもないんかい。この空間は同じかい。ここは一緒でしょ。一緒か。あの部屋だけおかしかった、ね。どうするあのバーバーですか。あれバーバーですか。わかんない。なんかね、バーバーに見える。まあ変なもの食わされる前にね、行かないといけないけど、まあボス戦ですよ。でも誰誰、女、あ、お、男じゃ、おっさんだね。なんかキー、あ、キー背負ってんのか。お前が殺したんだな。彼女を見たか。お前が彼らの目を見たとき彼女を見た。ギーターはどこだ。まだその時じゃない。彼は待っている。サモナイト。サモナイトなんだ。お前が俺を殺すのか。殺すのはいつだって解決。あれ、イーサーの人じゃないこれ。お前はあまり弱すぎる。カバーってあの、あまりにも怯えている。今手が震えているじゃないか。お、なんだ、どういうこと。まともじゃない人だね、やっぱね。そうだね、両方まともじゃないからな。そうね、まともだって一人もいねえよ。なあ、完全にね、餌付けされてたけど。全然助けてくれねえ。確かに。あれ餌付けじゃねえし、ただの木の枝だった。木の子、ほいほいほいってね。ほい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 ってやれてた。全然守ってくんないよ、主を。主じゃねえんじゃない。実は。あ、引きずられとる。わあ。わあ。バイオセブンにもこういうシーンあったけどね。やっぱイーサンであれ、イーサンのあの人だよ。なんかみんなに引きずられてた教官だけど。そう、いろんな人にね、いろんな人に引きずられてたね。ここで食事シーンなんでしょ。食事シーン。私だったんです。何が。イライジャ5です。私がポイントマンでした。お前は一体何を言おうとしているんだ。私がみんなを待ち伏せされている場所まで導いたのです。あぶね、スキップだった。そうね、俺が最初にやったやつね、うん、みんなあっち向いてる。あれもう死んじゃったんだ。死んだ仲間だな。6人が死んだ。6人の悲しみに暮れる未亡人、9人の親を亡くした子供たち、たった1人の怠慢の兵士のために。お前は軍法会議にかけられるべきだったんだ。9人の人の前で9人できなかった。親を失った。あんなことがあった後。どういうこと。まあ、みんなに子供がいたってこと。わかんねえ、計算のことだ。やっぱり心の病ですよね。その自分の過ちで多くの人を失わせてしまったことによる病ですよ。俺もかつてはお前のように弱かった。このナイフが見えるか。お、自分の手首に押し当てていたのを覚えている。深く深く押し付けながら全てを終わりにしたいと思っていた。あの声を黙らせたいと。動かせねえ、うん、スキップされちまう。そうね、俺は最初から聞くべきだったんだ。おかげで俺は自由になれた。キー入ってる。キー飾り付けてるだけでしょ。あ、そっか、うん、あれ何もせず行っちゃったよ、うん、ああ一応導いてくれてるのかな。わかんない。謎ですね。いいもんなのか悪もんなのか。やつか。またいなくなった。また場所が変わっている。あ、またキャンプだ。やっぱりここ中心なんだよ。